岡部信彦は、日本の医師、医学者、国際公務員。学位は、医学士。川崎市健康安全研究所、所長。新型インフルエンザ等、対策閣僚会議新型インフルエンザ等、対策有識者会議、会長代理権、新型コロナウイルス感染症対策分科会、委員、内閣官房参与。東京慈恵会医科大学附属病院研修医。 帝京大学医学部助手、神奈川県立厚木病院小児に会師、東京都立北育園小児に会師、バンダービルト大学医学部研究員、国立小に病院感染会院、神奈川県立衛生看護、専門学校附属病院小に科部長、世界保健機関に太平洋地域事務局伝先生、疾患予防対策課課長、東京時計会医科大学医学部助教授、 国立感染症研究所、感染症情報センターセンター長などを歴任した。2019年の新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、新型コロナウイルス感染症対策本部のもとに新設された新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の構成員を務めた。また、新型インフルエンザ等対策閣僚会議のもとで、 新型インフルエンザ等対策有識者会議の会長代理を務めており、基本的対処方針等諮問委員会の委員長代理も兼務していたことから、新型コロナウイルスに対する緊急事態宣言の妥当性について、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき審議した。2020年2月16日、新型コロナウイルス感染症対策本部新型、 コロナウイルス感染症対策専門家会議の会合にて、河野明彦、鈴木はじめ、脇田隆也座、尾見茂、釜谷かまつらと、ありがとうございます。